木村武雄は日本の政治家である。衆議院議員選挙に12回当選した。ニックネームは木村玄水、方言古児。山形県会議員を務めた木村中蔵の次男として山形県米沢市に生まれる。1926年に明治大学法学部法律学科卒業後、同大学政治経済学部に学士入学し、 1928年に卒業。米沢市議、山形県議を経て1936年の第20回衆議院議員総選挙に、当時最年少の32歳で、初当選。当初中立クラブに所属していたが、その後、中野聖吾を率いる、東方会に入党。さらに、石原幹事率いる東和連盟に属して、東条政権に立てつき、 1942年の翌山選挙では、非推薦で当選。竹尾の名を一役有名にしたのが1943年3月6日の翌山政治会大議士会における一騒動であった。木村は、戦時刑事特別法中改正法律案委員会の理事として、同改正案に反対の立場を取り大議士会でも、まさ勝次や小山良らともに、 同委員会の浜野哲太郎委員長による事実と異なる報告に異議を唱えたが、抑制会総務で主流派のつくもこくりが、そういうことはこの俺が、巨山と大手を広げていったので、反主流派の中谷武士よが、俺が、巨山とは何を、生意気な、つくもをやっつけろと叫びそれに応じて、木村は、つくもに飛びかかっていった。木村はこのことにより、 武藤派政治家としてその名が知られることになった。その後、大日本政治会の結成には参加せず、五国同士会に参加。戦後日本自由党の決闘に参加したが、公職追放。1952年の第25回衆議院議員、総選挙にて、山形一区から帰り咲き当選を果たし、政界復帰。保守合同後は、佐藤栄作派に所属。 1967年に第2次佐藤内閣第1次改造内閣の行政管理庁長官兼北海道開発庁長官他派の福田武雄への政権以上を格索する佐藤首相に対して木村は自派の田中閣営への貢献指名を要望し続けたこの必要さに起こった佐藤は木村を派閥から破門すると言い渡すがこのことについて木村は 田中のために動ける養温状をかけてくれたと言って、乗けている。田中派が佐藤派から分離するとこれに属し、1972年に、第一次、田中閣営内閣の建設大臣権国家、公安委員会委員長。1979年の、第35回衆議院議員総選挙で落選したが、1980年の、第36回衆議院議員総選挙で返り咲く。 1983年11月26日、糖尿病と肺炎で死去。81歳遺没。元帥のニックネームで親しまれたが、上記の通り軍歴はなく竹尾の独特の風格から名付けられたものである。田中が、ロッキード事件で逮捕されると、外国の金じゃないか、何が悪い、指揮権を発動すべきところだったと発言。他に、全校も、二階堂も、 小物と述べるなど人の意表をつく言動が目立った。西村栄一と共に、佐藤、田中両元首相に意見できる数少ない人物であった。兄の木村東介は、美術賞。東京、湯島天神下に、羽黒堂を創立した。次男の木村幹事は、竹雄が尊敬する石原から名付けられ、山形県議会議員を歴任した。 また漢字の長男で孫に当たる木村中蔵も山形県議を務める。ほか、ありがとうございます。